自民党など野党は、政府のずさんな情報管理とビデオの公開を限定したことに対して厳しく批判しています。これ徹底的に追及してですね、罷免に値するんじゃないですか、担当大臣の。じゃあ自民党としては問責決議案も視野に入れるということ？当然ですよ、政府が出したとしたならね。こんな形で出るよりは堂々とですね、政府の意思として出すということを早くやるべきだったと思います。自民党など野党は、こんな重要なものが簡単に流出することは極めて問題だ、国家としてこの事態はおかしいなどと激しく反発しています。このため野党各党は、週明けから始まる予算委員会などを中心に政府の対応を厳しく追及する方針です。